カドセプスグリゼジーの赤エリカイツブリは、カイツブリもクカイツブリかカ,カンムリカイツブリ属に分類される鳥類。ユーラシア大陸、アメリカ合衆国、カナダ、日本。夏季にヨーロッパ、ロシア西部及び東部、カナダ、アメリカ合衆国北部などで繁殖する。冬季は沿岸部に出て、多くは南下して越冬する。日本では冬季に冬鳥として、 九州以北に飛来するが、北海道では繁殖する。全長47センチメートル、翼海長80センチメートル、体重806から925グラム。やや大型のカつぶり類である。首は長くて、くちばしはまっすぐでやや長い。くちばしの色彩は、黄色で先端が黒い。死有動色。カキには夏輪として頸部から、胸が、赤葛色の羽毛で覆われ。 和名や英名の由来になっている。方は、開白色。額から後頭にかけて黒い羽毛で覆われ、頭頂の羽毛が寒具として、やや慎重する。体上面は黒く、腹部は白い羽毛で覆われる。小雨服や、自列風切りには白い斑紋が入る。陶器には冬は隣方は白く、額から後頭にかけて淡褐色で、頸部が淡灰色の羽毛で覆われる。 目は黒。カキは内陸の湖や地層などに生息するが、陶器には川口や内湾に生息する。植生は動物食で魚類、カエル、昆虫、甲殻類などを食べる。潜水して獲物を捕食する。繁殖期には縄張りを形成する。水辺近くの水生植物などに固定された。 水生植物の早く木を組み合わせた逆塩水状の巣を雌ゆで作り、6から8月に1回に通常4個の卵を産む。雌雄交代で放卵し、放卵期間は約21日。卵は単性食だが、次第に赤活色に汚れる。生後2年で生成熟する。2ア種に分かれるとされる。ありがとうございます。